って書いてあるから。そう。マシナさんおか。あと6分後に開店って書いてあったのに。正月だけ書いてない。Oh my god。マシナさんおか。だし道楽に行きたかったんですが。いつも休みだよ。だしだけ買おうか。だしだけ買います。本当。もうずっと行けんじゃん。ね、何なの。お腹空いてるのに。何本か2本か。そうだね。え、何があるの？これとこれがある。こぼれると。2個買ってないで6個ずつ。マミさんがくれたのは顎が入っとったよ。これこれなんか何やしゃんこれ。ナキアゴとプレミアム。プレミアム。やろ多分。これ多分。そうなの。多分赤いやつが2種やろ、ほら。あれだよ。あー残念、もういつ来ても入れんっていう。一回も行ったことないわね。え、一回も行ったことないよね。たまにやるとき、はい、なんか言ってください。開いてないやん、ワンクさん。あ、もう開いてない。大丈夫だ、グルメツアーだったのにね、今日。できました。今日の目的は2つ。1つ目はこのポイント西広、ポイント西広島バイパス店で買った穴釣りセットの福袋、これで何か釣りたいと思います。そしてもう1つは去年直山丸さんがくれたエーデルワイス洋菓子店さんのケーキが最高に美味しかったので、これを今日の目標以上です、ね。はい、それではみんな元気に。人が周りにおるけ恥ずかしいけど、レッツゴー。この穴、何だよこの穴。あ、ここにちっちゃいフグみたいなのおるで。黙ろ、これでいきます。気配ないの。気配中の気配がない。魚の気配がない。ちょうどじゃん。ゼロ気配。ゼロ気配。これで行きます。ちょっと移動します。生命反応なし。ちなみに下はこんな感じ。水深は2メーターぐらいかな。水がめっちゃ綺麗。ちょっとエビで手が臭いので、次のアイテムはこちら、EVA 水汲み丸バケツ。これで水を汲んでみたいと思います。え、これ紐ついてない？ないよ。待って待って、まだどうやって継ぐんやこれ。これ普通紐ついてますよ。これ何丁だけ取れたけどよ。ポイントさん文句言って。ポイントさん、弁当箱からこれ紐つけ取ってください。マッチョじゃなかったらアウトだ ね。ただこれエビつけるときね、つけ方が違う。そうなの。これ頭取るんよ。取る、うん、頭取ったらクワンって提案の時に聞いたけど、それ違う。でここからこうやってこう入れるんや、うん、そうなの。そうそう、
ティッシュで拭きにさ、うん、何これ、穴子、穴子、銀ポじゃん、何それ、多分何これ、す待って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 、あっすごいじゃん、すごいの釣ったじゃん、いきなり何なんこれ、これ銀ポってやつじゃない、初めて見たわちょっと魚が死んだ気がする、これで生かしとってね、ちょっと、あ、入れてみようか、うわちょっと掴んでみようか、ね、すごい食べれる、食べ、美味しいらしい、うわすごい、うまぬるい、ぬるい待って待って何それ、これ何、ぬるぬるしてるやつ、すっごいぬるぬるしてる、美味しいらしい、そうだろう、ナイス、ナイスフィッシュ、どこだ、それ何？同じの釣れた。マジ？ちょっと色が濃いね。チンコです。ペニスがめちゃ釣れますね。春の方がチンコでかい。マジだ。あ、なんか色が変わっとるね、この人、うん、あ、擬態したもんね、たたたたた、やだすっごい、今日プライヤーないけどあーあきつい、すっごい当たる、体にきついよ、それすっごいヌルヌルする、これそれやばいね、それ挟むやつが全然挟めてないけんねすごいじゃん、2匹目ゲッツ、うん、すごい、なんなん、ギブうわどうせここから多分銀ポだろ、これ銀ポ多分ね、うーん、面白いねめっちゃ荒いじゃん、1対1が1対1切るてか、ここあれしかおらんの、カサゴとかおらんの、いや絶対それらを期待しとったんだけど、チンコみたいな、じゃあチンポを逃がしますね、2匹、うん、ありがとうね、楽しかった、うん、でかい、うん、バイバイ、楽しかったね、マジでなんかぬるぬるがついてるちょっと帰り道、クレクレの街をエーデルワイス行くところを歩いてみたいと思います、うそー、今日は6からだって、今日は散々ですね、営業中って書いてあったのに、それじゃあ船長、今の気持ちは、エーデルワイス、エーデルワイス、声全然ちっちゃい、書いてない、ラボテル行こうか、どこにある、ある、松岡、あれクレッシュ、どうすればいい、パルス通り行こう、パルス通り、なんなん、パルス、パルス絶対流れとるこの変な音楽が流れ商店街ミュージックよ、なんかチンライトに閉まってるわ、まあ、じゃあさっきの満腹丸行く、あれもそうだったね、うん、今日行きたかった
もう一つの店、信頼券閉まってますね。で、夜はすぐお休みだったので、びっくりまんじゅう、びっくり堂さんで買いたいと思います。赤あんが2、はい、白あんが2と、クリームが4、クリームが4、はい、8個、はい、サブチャンネルの、あの大好きオンデマンドの開局、開局チャンネル、開局祝いに、もうこれもらいました、パパさんから。世界中のワクワク集めました。なんでしょうね、こんなガラスなんて、うわ、え、なにこれ、何開けてみて、あ、アメシャか、うわ、すっごい、すっご、ええ、こんなん家に飾っていい、うやば、めっちゃかっこいい、ね、待って待って、これ、これ何、これ何、これガラスか、うわ、すごいね、これテムラック、待って、何とかだろ、アメ車なのかな、アメ車じゃろ、これどう見ても、ありがとうございます。待って、この車がなんかすげえ気になるんだけど、ね、てか、これすごいね、ガラスじゃん、こんなん初めて見た、ね、じゃあ次回はアメ車を買わせてもらいます。ご視聴いただきありがとうございます。動画を見てクスッとしたらチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画はこちらです。こちらもあるよ。